あるホテルのロビーで私は亜美と再度顔を合わせる羽目となった。まったく、どうしてこうも立て続けに出くわすことになるのかしら。さあね、誰かに聞いてみたら。そんなやりとりの後、亜美は、そういえばあんた結婚もしていないよね、と唐突に言ってくる。当たり前か、相手が見つかるとも思えないしね。貧乏だから金で男をどうこうするのも無理よね。結婚できないのはそっちも同じでしょ。私はそんな風に言い返し、あなたと私は住む世界が違いすぎる。貧乏生活なんてごめんこむるわ。こんばんは。予約なしだけど大丈夫かしら。私、あかりは寿司屋のドアを開け、顔を店内に入れて問う。すると大輔が、いらっしゃい、大丈夫だよ、と微笑んでくれる。久しぶりじゃないか。この店は都内でもトップクラスの高級寿司店、海外でも有名ないわゆる最高級店である。私、いえ私たちはこの店の常連だ。お邪魔します。入店した私は、今日は兄も連れてきましたと兄を紹介する。ただ兄はこういう高級店が苦手だ。子供の頃から親に連れられて何度も訪れているが、どうしてもダメらしい。こんばんは。なかなか来れなくてすみません。兄は今日も丁寧な口調で挨拶している。私の兄は本当に腰が低い。真摯な人柄と優しい人柄が兄のいいところだ。お任せでお願いしていい？カウンターに腰を下ろした私は、おしぼりで手を拭きつつそう言う。だがその時だ、絶対に会いたくない人物が店に現れたのである。あら、誰かと思えば。大輔が返事する前にカウンターの向こう側から女の声が聞こえた。高慢極まりない口調。一気に不快な気持ちになった私が振り向くと、そこには亜美がいた。はあ、あんたか。私は心底嫌な気分になる。そして、兄弟で食事して何が悪いの？と毒づいてしまう。おい。一方、兄は私の袖を引っ張る。私のことを制止している。波風が立つことを嫌う兄。そんな兄にとってこんな言い合いを見るのも嫌なのだろう。しかし今は相手が相手。兄の表情はどんどん曇っていくが、亜美は構わず言ってくる。こんな高級店でお任せ、ずいぶんと見栄を張るじゃないの。私はそれを無視してお通しに手をつける。兄もまた隣で静かに食べ続けた。その時だ、引き戸が開き、一人の中年男性が入ってきた。ここよ、ここ。待たせてすまない。男性に続いて亜美もすぐさま笑顔になる。どうやら合いびきらしい。騒いじゃってごめん。とはいえ私はその様子を見ながらも大輔に謝罪する。いいんだよ。その直後だ、男性は、お通しも出ないのかと高圧的な口調。女も女なら男も男らしい。ところで兄さん、例の件だけど。一旦状況が沈静化したことを悟った私は、兄と酒を飲みながら仕事について打ち合わせ。兄のためにも今日はこれ以上面倒ごと起こすのはごめんだ。あら、もう帰るの？だが現実は甘くなかった。帰り際、お勘定を頼むやいなや亜美は再度絡んできた。まあ、このお店でちゃんと食べるにはそれなりの軍資金が必要だしね。まっ
全くその通り。君の友達ならご馳走してやらないわけでもないんだが。男も男でこの有様だ。ルイは友を呼ぶのだろう。はあ。店を出た私は大きくため息を吐いた。久しぶりの楽しい外食がこんなことになってしまうとは。しかし私は妙な違和感も覚えていた。アミは無理して明るく振る舞っているようにも見えたのだ。アミに会うのは何年ぶりだろうか。高校卒業で関わりがなくなったことを喜んだのはもう12年も前。アミはその頃から美人であることや裕福な暮らしを自慢していた。私はそんな彼女の性格が好きになれなかったが、一方で接点もなかったから安心していた。だが予想外の面倒事が起きた。信じられないことに兄は亜美に惚れてしまったのだ。私は当時かなりのショックを受けたことを記憶している。どういうわけかわからないけど彼女には惹かれてしまうんだ。兄は静かな口調でそんなことを言っていた。私はやめておけと言いたかったが、真剣な様子の兄を見ては何も言えない。え？数日後、私経由でラブレターを渡された亜美は困惑していた。その頃も兄は目立たない性格だったから、私はどうせ断るだろうと高をくくる。だが亜美は予想に反し、兄に OK の返事を返す。こうして二人は交際し始めてしまった。私は嫌な予感を覚えつつも沈黙した。しかし予感は的中してしまう。高校卒業を間近に控えた頃、兄は亜美に結婚を申し出た。結果は失敗である。勘弁してよ。軽い交際ならともかく、結婚なんて冗談じゃない。それにあなたと私は住む世界が違いすぎる。貧乏な生活はごめんこむるわ。私はもう黙っていられなかった。1年以上付き合っていろいろと気遣った相手になんて仕打ちなのだろうか。いいよ、これは僕の問題だ。兄は亜美に直談判してやろうと思った私を制止した。この件には関わらないでほしい。でも私は到底納得できなかったが、兄はただ首を横に振るのみ。わかった。しかし私はやはり納得できず、成績という形で亜美を叩き潰すことに決める。あんたカンニングでもしたんじゃないの？今までは目立たない成績だったのに。成績で追い抜かれた亜美はそんな風に言ってきた。ノーアルタカは爪を隠すのよ。この後も私は高校卒業するまで学年トップを維持し続けた。亜美は何度も何度も悔しがったが、勝てないものは仕方ない。寿司屋での一件から数日後、あるホテルのロビーで私は亜美と再度顔を合わせる羽目となった。まったく、どうしてこうも立て続けに出くわすことになるのかしら。さあね、誰かに聞いてみたら。そんなやりとりの後、亜美は、そういえばあんた結婚もしていないようねと唐突に言ってくる。当たり前か。相手が見つかるとも思えないしね。貧乏だから金で男をどうこうするのも無理よね。結婚できないのはそっちも同じでしょ。私には婚約者がいる。婚約者の名は船木。とある病院の内科でリーダーをやっているそうだ。この間一緒に食事していた中年男のことだろう。ああ、あのおっさん。せいぜい羨ましく思いなさい。じゃあね。やはり変だ。立ち去っていく亜美の後ろ姿を見て、私は前々から抱えていた懸念をより強くした。亜美はかなり無理して強がっているように見える。
まずいかもしれないわ。急いで調査を行った私は、やはり大変なことになっていることを知る。アミに連絡するべきだろうか。しかし事態は勝手に動き出す。寿司屋での再会から2週間後、実は精神科医をやっている私は、アミが患者としてやってきたことを知る。一体何があったの？ひどくやつれた顔、まるで正気のない表情。廃人と言われても信じてしまいそうな有様だ。どうしてあんたが？私、ここで医者をやってるのよ。私は連絡しようと思ってた。この間一緒にいた男と続ける。あんたに何が？船木なんて医者、あの病院にはいないのよ。あんたは騙されてる。それを聞いた直後、アミは涙を流し始める。そして、どうして、どうしてそんなこと言えるのよと声を震わせる。そんなこと、私たちが調べればすぐにわかることよ。そう、アミは結婚詐欺にあったのだ。私が聞くと金を騙し取られてもいるという。警察には届けたの？みっともなくてそんなことできない。それに、それに？アミは私に語ってくれた。彼女の父の事業は芳しくないという。そして父は常日頃から、さっさと金持ちを見つけて結婚しろ、とアミに言い続けた。それは文字通り洗脳だった。まさか兄と付き合わなかったのも。そうよ。付き合ってるのを知られた時、父から怒られた。貧乏人なんかと付き合うな。早く金持ちを捕まえろ。アミの父は彼女に対しそんな風に言ったという。そんな。それでも金持ちを見つけて2回結婚した。だけど親が金目当てで結婚させたって知ると離婚されて、3度目の正直と思ったら、それが結婚詐欺だったわけ。私は言葉を失った。バカ野郎という気にもなれない。お金を取られたことを父に伝えたら、ものすごく怒って。だから急いで家を出て、友達の家に逃げ込んだの。アミの言葉はひどく震えていた。だけど怖くて、父が追いかけてくると思うと怖くて、眠れなくて。分かった、もういい。悪いのはあんたじゃなくてあんたの親よ。そして私は、あとは私に任せてと告げた。私、あの子のことが本当に好きだった。別れたくなかった。この間の寿司屋の時だって内心まだ好きだった。でも父の手前隠さなきゃと思って。だから私に突っかかってきたわけね。とにかくアミと親と引き離す必要がある。アミは幼少期から洗脳されてきたようなものだから、大人だからどうこうという問題ではない。私は複雑な家庭環境からの脱出やカウンセリングをやっている知人に連絡を取った。本当に何よりアミをあの父親から引き離す必要がある。そしてカウンセリングを受けさせなければならない。私は自宅の室をアミに提供し、そこからカウンセリングに通わせた。それは良い結果を生み、彼女は親の縛りから少しずつ解放された。私はアミに病院事務という仕事も提供できた。これなら経済的な自立も可能だ。一人で金を稼ぐこと、それはあの親から完全に離れて生きられることを意味する。それにしてもどうしてあんたは病院で好き勝手にやれるの？
アミが少し元気になった頃、彼女はそんな風に聞いてきた。そんな風に質問できるのは元気になった証拠だから、私は内心嬉しく思ってしまう。言わなかったっけ？この病院、私の親のものだって。何よそれ。うちの両親ったら、私たち兄弟がまともな人間になるよう、とにかく金にうるさくて。真相を知った亜美は、なるほどね。人を貧乏人呼ばわりしていた私こそ、馬鹿にされるようなやつだったってことね。と自重した。その口調からは敗北感ではなく、過去の自分に対する戒めのような響きが含まれていた。そんなことないよ。その時、兄が会話に割り込んできた。兄はこの病院の次期院長かつ、今は優秀な内科医として働いている。あ、ありがとう。長い人生、そういうことだってあるさ。行こう。そんなやりとりの後、仲良く病院を出ていく二人。私はそれを見送りながら、お幸せに、と愚痴る。いろいろなことがあったが、兄と亜美は再び付き合い始めた。亜美は今度こそ幸せになれると思う。むしろここまで不幸な目に遭い続けたのだから、幸せになれないとおかしい。ただ、私が恋愛できるのはまだまだ先だ。やることは多すぎるし、正直恋愛なんてしてる暇は一秒もない。はあ。それは重々承知している。だが兄と亜美を見ていると、独身という自分の立場にいろいろなことを考えてしまうのだ。でもいいか。私は肩をすくめた。高校時代から続く因縁を終わらせることができたし、自分の中にある誤解も解けた。そして亜美という一人の人間を救うこともできたのだから、さあ仕事仕事。私はそんな風に言いながら今日も仕事に戻る。恋愛できるのはいつになるかわからない。でもまあなるようになるだろう。そんな風に思いつつ、私は歩き始めた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。